卓球部。対象年齢5歳から99歳。すごい。ねげ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 ね。How to play 1プログラミングスタック2対戦ゲーム3フリースタック。とにかくなんだ、開けてみよう。プログラミングボードスタックキューブ。これなんだろう。これは部品だな。サイコロ、ボールで、これがパーツだな。ルートを作るんだな、これで。これもなんかルートを作るんだな。で、これがボードだ。このカードなんだ、50のレベル3とか書いてあるけど、ちょっと見てみよう。なんか難しそうでもあるな。あー、ちゃんと番号振ってるな、これな。うん、なんかどうなってんだろうな。多分ね、レベル1の位置はこれがスタートで、ここがゴールに来れば成功ってことだ。レベル1やってみます。まずこれを、これか。スタートゴール、スタートゴールだから、まずここにスタートで、これがゴールかな。スタートからゴールにボールが行きゃいいんだよね。さあ、このボールをここに入れてゴールすれば成功でしょ。あれ、行かねえな、行かねえな、行かねえな。わかった。これでルートを作るんだな。こうやって1、2、3と、これで行くんじゃねえかな。行きまーす。さあ、行け。行った、やった、成功しました。レベル1の1成功です。次、レベル1の9、ちょっと難しい。2段目にスタートを置いて、こう一度球を通って下くぐってゴールってやつですね。ゴールがこちらで、2段目にこれで、ちょっとこれやってみます。2段目にスタートで、だからこう来て通らなきゃいけないから、こうでしょ、多分こうでしょ、こうでしょ、でこうだよな。これが穴を通って1段落とすやつで、これがカーブをここにして、これもカーブして、で、あ、落ちた。こうこう、よいしょ。これでプログラム成功だと思うんだけど、ここに玉を置いて回って、ここ行って穴落として、こう通ってゴールするはずなんですけどね。ちょっとやってみますね。行きます。スタート行って、はい、落ちて、はい、行った。さあ、横から見るとよくわかると思うんだけど、行きます。行って、あ、違う、あ、合ってるな。こう来て戻って取ったから、これね、ここ通って、ここ通って、また戻ってゴールだから、 OK です。成功しました。成功です。取って戻ってゴール成功。やった。これすごいな。レベル2からレベル3まであるけど、レベル50とかあるな。これすごいな。次、いきなり飛んでレベル214やってみます。最初から決まってるのが、スタートが3段目にこちら、ゴールがこちら、1段目にこのカーブマークをセットしてから始めます。これ見ると、まずこちらにカーブをセットが絶対、こちらがゴールが絶対で、3段目にこちらスタートをこの向きで、こうで、この灰色部分を通って、こう通ってゴールするってやつですね。このルートは絶対通らなきゃいけないんですよ、3段目から。ってことは、想像するに、こうすると、どうすればいいかな。まずこう通って、下通って、一番下でカーブしてゴールってやり方。まあ、とにかくやってみよう。まず3段目でこっち行かなきゃいけないから、これつけて、こう曲がって、こうか、こうして、ここ通って、まあこれじゃなくてもいいんだけど、まあこれか、これか。この球を上から2段目に次落として、ここ通って、うん、これがこっち来るんだよな。で、下がこう来なきゃ、ここで返すのに2段目も作っておくと。はい、帰り道ルートで、こうか、こっち2段目はこう作っとかなきゃいけないから、こうだよね、
こうだよね。カーブしてまっすぐ来て落ちる。あとね、こう来て下落ちて、こう来てこう来てこう来て、あとどうだっけ、あとこちら帰り道こう曲がってこうか。さあ、うん、これでねもう行けると思うんですけど、こういう感じで行ってゴール、レベル214やってみます。行って、はい、落ちた、行った、落ちた、はい、よし、ゴールで成功よし、行け、さあ行って、はいはい、行った、はい、ゴール成功、やりました。さあ最後レベル3のラスボス50やってみます。これ2段目カーブ、8段目スタートで、4段目にポケット6番目とで、ゴールがこちら。なんとかやってみます。ゴール、2段目にこれで 1,2,3,4,5,6,7,8 段目にこうか、4段目にポケット、6段目にポケット、こうか。ルート的にはどう通りゃいいんかな、これどうなんだろう。とにかくこう来てこう来てこう来てこう行けば OK だから、とにかくやってみる。なんかまあできないこともねえんじゃないかな。どうするの、こうでしょ、ダメかな、これ。まあ、まあ、行くわな。ポケットもちょっと、あら、来た。どうすればいいんかね。とりあえずここから間違いなく。これでいいんじゃない、よし、行った。ゴールから逆算するといいね。まず、一個ずつこう、はい、できた。で、次、ここ作るのは、ここだから、はい、はい、はい、できた。わかったぞ。思考の方法。スタートから、いきなり考え始めるの難しいから、ゴールから逆算していくと作りやすいぞ。このスタッキューブは。楽しいぞ。パズルも無限にあるわけじゃないから、かつ考えなきゃいけないね、これ。残りパズルこれだけですね。ってことはラストここをつなげばいいから。よーし、できるぞ。レベル50いけるぞ、これ。レベル50。さあ、これでコツンと。行くかな。こう見るとルート通るはずです。はい、こうやって通っていくってやつね。はい、ルート通るはずですね。行くはずです。レベル50スタート、行きます。さあクリア行くか、よーいスタート。行った、行ったら拍手、チャンネル登録お願いします。やった、成功、クリアしやした。今日はこのスタッキューブやってみました。これは小さなお子さんから大人まで楽しめるチークガングダス。ガングダス。めっちゃ楽しかったです。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。いや、マジでこれ面白いわ。うん。はい、ありがとうございました。